大ヒントレスイランクボックス大会大阪サプライズ71第7試合、本日のメインイベント6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青森がプロジェクトハロック190センチ115キロビッグフリッピーボーイテンペスタロン、同じくプロジェクトハロックラウゼントプロレスリングオールアジアヘビー級チャンピオン185センチ110キロ大王子ソーバーン。195センチ130キロ石川俊治。アートコーナー大日本プロレス大阪府箕面市出身182センチ110キロサイレントボルケーノ中野康幸。6人タッグチャンピオン180センチ110キロ妖怪超人カリカリ秀吉。ホットジャパン BJW 認定世界ストロングヘビー級チャンピオン177センチ96キロ青木優也。レフェリー、マーク・タケダ。Thank you.
経過。Kick!
本大会大阪サプライズセブンティーマンメインメンバーは18分半分出場手作り食感のエビダンスで青木や上谷美容師中野で安井君の勝利でございます。お客さん、そしてお久しぶりの石川修司、これが今の大日本プロレスストロングヘビーだ。すごい、どこで当たるかわかんないけどよ、今の石川修司の視界にちゃんと俺たちが映ったか。熱い大日本プロレスをこれからも見せていきたいと思います。それでは最後に、大阪初めてかな、あの締めで締めたいと思います。僕が熱いねと言ったら皆さんで青木と言ってください。わかります、そのリアクションはわかります。その後に熱いねと言ったら皆さんで大日本と叫んで終わりましょう。準備はいいですか？久しぶりの大日本プロレス、やっぱチャンピオンの秋も上谷、中野上、みんなやりがいあったし、面白かった。なんかね、リング上からチャンピオン挑発されたけど、新しいチャンピオン像、その関本、岡林と違うチャンピオン像を作ろうとしているのは感じたんで、またネクストがあればなんぼでも。ただ一個だけ言うのは、負ける気は全然しないんで、もう一回俺の強さをもう一回店に来てもいいよ。でも今日組んだ大森選手もめちゃめちゃ良かったし、なんか新しいね、新しいって言っちゃいけないのかな、現在進行形の人たちの力感じたんで、やれがいあって刺激もらいました。フリーの石川修司としてまた機会があればこのリングに帰ってきたいなと思います。なんか青木くんが一番なんかチャンピオンとしてのなんかこう責任感というかね、俺が変えていくっていう感じは一番したけど、上谷選手と中野英選手はまあできるんですけど、なんかこうもっとなんつうかな、感情かな、感情もっと出してもいいのになと思う。キャラもあるのかもしれないですけど、やっぱり俺が戦ってきた岡林雄一とかはやっぱリング上で相手殺すぐらいの気持ちで、それもね、パッションが見えたんでね、そのパッションって言い方はちょっとあれかもしれないけど、そういう感情もっと見せてくれた方がいいんじゃないかなと。もう技術も体力も申し分ないんで、そこだけじゃないですか。だからただ自分の方が強いと思ってるんで、ネクストがあれば、またやってやりますって感じで、そうですね、やっぱりね、関本岡林っていうやっぱ時代作ったと思うんで、青木くんやっぱ体はちょっと衰えるかもしれないけど、その違う分で違うストロング見せようとしているのは感じたんで、そういう意味でやっぱりチャンピオンだなっていうのは感じましたけどね。新年一発目の大阪大会大日本プロレス、これぞ大日本プロレス、これぞ大日本プロレスのストロングヘビーな試合を見せれたと思います。そして勝ったのはこの私、青木優也ですよ。いや、今日はなんといってもね、やはり久しぶりの大日本参戦の石川修司ですよ。石川修司やっぱ強かったな。
強かったですね。やっぱ自分自身若手の頃に一回シングルマッチやってボッコボコにされたね借りがあったんで、今日思いっきりぶつけ合ってやろうと思ったんですけど、まあ6人タッグでそれが届いたのか届かなかったのかはまあ石川さん次第ですけど、僕は全力をぶつけれたと思ってます。まあでもこれを終わりにしたくない、うん、この点を絶対に線にして見せますよ、はい、これからの第4プロレスストロングヘビー、うん、石川修司どう出てくるか楽しみですね、はい、僕はそれも踏まえて今は3月20日の後楽園ホールで野村拓哉戦、これに向けてやってやります。はい、僕からは以上です。はい、で今日の相手みんなでかかったけど、この3人で勝てたっていうのはすごいちょっと嬉しかったし、うん、なんかいい身になったというか、すごい良かった、嬉しかったですね。でまたね、大阪また決まってるからみんな頑張るなあかんのですけど、この3人はもっともっとね頑張って大阪盛り上げていきたいなと思いました。初っ端すごい盛り上がったんですけど、ね、2回目5月6日、ね、あの横浜武道館も近いですし ね、はい、あのねさらにそこまでに、ね、勢い上げてね、もっともっと、ね、もっともっとというかもうプロレス界のもっと上を目指して、そうです、ね、頑張っていきたいですね、はい、頑張っていきましょう、はい、ね、はい、そう、そのためにはね、そう、今のストロング BJ がね、昔のストロング BJ に負けちゃいけないんで、ね、そう、そうなんだよ、ね、そうなんですよ、ね、こんなんじゃダメですよ、今のストロング BJ は我々なんですよ、そう、そう、我々が石川修司、はい、関本大輔とかにね、試合内容でも負けちゃいけないんですよ、負けちゃいけない、そう、あの、はい、勝ち負けだけじゃないです、試合内容でも、ね、試合内容でもバンバンね、グーの音も出ないぐらいね、はい、バンバンやっていこうと思います、はい、それだけです、はい、それだけです、はい、あ、最後締めちゃってありました、よっしゃ、リング上でも言ったけどな、これ初めてか、多分このカメラの前だと初めてだな、僕が熱いぜと言ったら画面の向こうの皆さん、紙面の向こうの皆さん、読んでる皆さん、声を揃えて青木って言ってくださいよ、その後には僕が熱いぜと言ったらみんなで大日本って叫んでください、準備はいいですか、準備はいいですか、いきますよ、熱いぜ青木、熱いぜ大日本、ありがとうございました、熱くいくぞ。